日本近畿地方大阪府大阪市北区天馬橋。天馬橋は大阪府大阪市を流れる大川に架けられた橋。または、同市北区の町名。現行行政地名は天馬橋一丁目から三丁目まで。他に天馬橋南詰周辺の地域名でもある。天馬橋は大川に架かる天馬橋筋の橋。南馬橋、天神橋とともに何は三大橋と称され。 最も東に位置する。大阪市北区天馬と中央区天馬橋橋橋町の間を結んでいる。上下階式構造の橋で、上層は天馬重ね橋とも呼ばれ、土砂り2をまたぐ古道橋になっている。天馬橋南詰めには天馬橋交差点があり、ここより北を天馬橋筋、南を谷町筋という。大阪メトロ谷町線が天馬橋の地下を通過している。 江戸時代には、抗議橋に指定され、幕府により、江戸時代を通じて、下橋地点は、現在地より一筋東であり、その、北めの筋が、天馬橋筋と呼ばれていた。1771年に、根屋川、生津江川との合流地点の逆流を防止するために、正午島と呼ばれる堤防が築かれ、以降の天馬橋は、正午島をまたぐ橋となった。 1878年に新しい目標が谷町筋と空心町筋を結ぶ位置に掛け替えられた。しかし、目標は1885年の淀川大洪水により流出。復旧に際してトラス構造の鉄橋に掛け替えられた。当時の主要材料にはドイツから輸入されたものが用いられたが、装飾品等には日本製のものが用いられた。 1911年からは、大阪市電ソ根崎天馬橋筋線も走るようになり、鉄橋は50年近く続いたが、1935年に現在の橋に架け替えられた。この間、1930年の寝屋川改修工事によって、小五島が分断され、さらに旧稼道が埋め立てられたため、小五島が上町側と地続きになった。 1970年に天馬橋交差点の渋滞緩和のために古道橋が建設されたが北側はそのまま大川を越えて北岸で地上に降りる構造となった。大船上は在来の天馬橋の橋脚上に柱を立てて橋桁を重ねる構造を取った。1989年に旧胸部が改装された。1978年 大阪市北区の住居表示実施に伴い誕生した町名旧町名の空新町、新川崎町、天馬橋筋がそれぞれ分割され、その一部が天馬橋一丁目の三丁目となる。同時に1872年から続いた天馬橋筋の町名が姿を消した。天馬橋からは相当離れており、源の八頭橋西詰周辺にあたる。 大阪アメニティパークがあり、天馬橋筋に面している。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。人口の変遷国勢調査による人口の推移。世帯数の変遷国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。帰宅内のすべての私立中学校と、 大阪市内の小中一貫校が対象で、学校選択が可能。2016年現在の経済センサス調査による、事業所数と従業員数は、以下の通りである。日本郵便京阪天間橋駅と、駅ビルの京阪シティモール明治末期、大阪市電天間橋停留場、京阪電鉄天間橋駅が、天間橋南詰に開業して、以来、一般的に、 天馬橋といえば天馬橋南詰周辺を指すようになった。天馬橋駅は長らく、京阪本線の大阪側ターミナルであったが、1963年に、淀谷橋駅まで延伸された際に途中駅となり、同時に地下駅となって天馬橋筋の西側へ移転。1966年に竣工した駅ビルには、日本橋より移転した松坂屋大阪店が入居した。 1969年には、地上駅の跡地に大阪マーチャンダイズマートビルも、竣工したが、同年、京橋駅が、現在地へ移転及び高架化されて、大阪環状線の理解駅としての利便性が、向上し、翌1970年には、現在の京阪モールがオープンした。一方、天馬橋駅の地位低下は、決定的なものとなり、松坂や大阪店は、 天馬橋移天後一度も黒字を出すことなく2004年に閉店した。しかし、2008年に、京阪中野島線が開業したことによって、天馬橋駅は文京駅となり、それに合わせた、京阪シティモールの開業や大阪市営バス、天馬橋バスターミナルの拡充、川野駅八軒屋など駅周辺の再開発事業によって、かつての賑わいを取り戻しつつある。 天馬橋交差点西側は、土砂堀通に沿って天馬橋協調という町名になっているが、元は京橋という町名であった。江戸時代から京橋という町名で、京街道沿いの町であったことに由来する。1989年に東区と南区とが合併して、中央区が成立した際に、京橋一丁目が大手前一丁目に編入され、道二丁目が天馬橋協調。 同三丁目が北浜東に改称された。大阪府大阪市北区の町邸、朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、天馬橋の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。 市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成27年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。北区内の通学区域一覧。大阪市。2019年10月4日閲覧。平成28年経済センサス。 マイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます